ズーズーワンダーランド。ポンポトポンポンポン、星遊びが大好きな。ポンポトポンポンポン、二人組の妖精だ。時刻は11時を回りました。さてやってきました、ズーズーワンダーランドの時間です。この番組は沖縄子どもの国に関する旬の情報をお届けいたします。リスナーの皆様からの子どもの国に関するご意見、疑問、動物たちの面白い情報もお待ちしております。メッセージの宛先は761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。また FM コザではユーストリームで映像と音声をインターネット配信もしております。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイキャスも連動していますので、皆様からのたくさんのコメントをお待ちしております。よろしくお願いいたします。ズーズーワンダーランド、この時間は公益財団法人沖縄子どもの国の提供でお送りします。今週のお相手は FM 小座みみりと、子どもの国のゆいとダナでお送りいたします。よろしくお願いしま す。ということで今日は若手のホープ、お二人にお越しいただきましたありがとうございます。ありがとうございます。ペーペーのペーペーです。ペーペーのペーペーだね、ペーペーさんじゃない、ペーペーペーだねさあ、昨日子ども議会の本番が、あ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でございます。ありがとうございました。この沖縄市が主催をしてます、うん、沖縄市子ども議会、はい、で運営の方が子どもの国の方でさせていただいてるんですが、昨日本番が2時から、うん、少し押して5時過ぎ15分ぐらいまでずっと子どもたちが、今まで、はい、頑張った、すごい、今まで調べて調査して考え抜いた提案を市の方へ、うん、はい、させていただきました。ね、もうなんか本格的な議会ですよね。はい、そうですね。沖縄市子ども議会が一応子どもってついてるんですけど、うん、もう最初から市議会議員の皆様と同じように対応するということで、うん、市の方も、その他スタッフの方も力を入れて取り組んでました、うん、はい、すごいすごいです本当になので一応今年も5グループ市内の中学生が30名集まって作りまして、はい、それぞれ教育、福祉、うん、それから観光、それから環境防災だったり、うん、あと今年ですね、初の試み都市景観についても調べる子どもたちもおりまして、はい、なのでこの小座ゲート通りの景観がどうだこうだとかっていうのも一つの提案で、やっぱりもっと、もっと明るくやっぱりするために、そしてもっと夜のところを盛り上げた方がいいんじゃないかっていうところで、ライトアップの、ライトアップの、提案だったりも、はい、させていただきました。それもずっと5月からこの夏休み、この昨日の本番までずっと考えて考えて、はい、やりましたね。これ最終日っていうのはいつになるんですか？あ、がですね、他のちょっと結構子ども議会いろんな全国でもされてるんですけど、沖縄市子ども議会が本番だけで終わらず、これからまたまとめ振り返りの研修と、はい、そして、各学校での報告会とかっていう事後研修の方もやっておりまして、はい、なので一応終了の方が皆さん議員として任期が終わるのが12月いっぱいという形になりますね、はい、なのでまだまだこちらサポーターという方たちを、はい、も一緒にやってまして、その中学生 の、 意見とか思いとかを引き出してもらったり、いろいろサポートをしてくれる高校生以上の皆さん、はい、もう今もまだまだ募集してますのでもし興味のある方がいればぜひお願いいたします。はい、ありがとうございます。ここまでは子ども議会のご報告でございましたはい、ありがとうございます。それでは早速コーナーに参りたいと思います。はい、子どもの国インフォメーション。このコーナーは動物園内でのイベントからワンダーミュージアム、チルドレンズセンターの旬の情報をお届けするコーナーでございます。お願いします。
全体の方から、はい、少しあのご説明させていただければと思います。はい、はい、まだまだ夏は終わらないですよ。まだまだ子供の国でも、まだまだ、はい、夏休みのイベントたくさんやっております。はい、はい、まずサタズデナイトの方も、うん、9月2日までの毎週土曜日、開館時間を21時まで延長して、いろいろ夜の動物園を行ってますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、はい、また今週の土曜日からですね、ちびっこ移動遊園地が水と緑の広場の大型テントの方で、こちら19日土曜日、20日日曜日の、またあの来週26、27日の週末まで、はい、やっておりますので、ぜひ、まだまだ夏遊びたいなぞっていう子は、ここで体を動かしてやってください。観覧車が来るんですね。はい、そして観覧車はもう今も来てますね。あ、来ていますね。はい、こちらは、はい、メインゲート近く、もう入ったらもうすぐ目の前に観覧車があるので、はい、もうここもうおそらく入り口入れないんじゃないかっていうぐらいね、固まっちゃう可能性も入ったらおーってはい、なのでぜひぜひこちらもお願いします。はい、はい、それからですね、こちらまた8月19日20日と、うん、今週末はゲストが子供の部に来ます。すごい、もうトップスターのトップスターですねあの、はい、我らがもう世界のヤビクトモナさんが、トーク&ミニライブということで8月19日、15時から、ステージイベントで来ますので、皆さんお願いします。もうトモナさんといえば、もしかして世界のもうもしかしてあのディズニーのディズニーのあのアリのママの違う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 、ちょっと遅れてるよ終わったよもうそれ、ここまでが打ち合わせでやってね、うまくいったね。いったね。どっかんどっかんだね、はい、今の。ちょっと名前出してもいいのかはあれなんですけど、もうモアナの、はい、はい、うんうん、すごくもうオーディションから大抜擢されて、自身も沖縄市に住まれてるということで、うん、はい、で余談なんですけど、子供機会の方で市役所の方で担当されてる方の娘さんということで、沖縄狭いなとも思うんですが、はい、ぜひお願いします。あの歌も聞けちゃうかもですね、はい、聞けますね、きっときっと聞けるぜひぜひ、はい、します。それからあと20日日曜日の方は、はい、みんな大好き宇宙戦隊キューレンジャーのショーもございます。はい、はい、こちらの11時15時の2階で観覧無料となってますので、はい、それからキューレンジャーあんまり私もちょっと見入れてないんですけど、うん、何名いるんですか。キューレンジャーね、名前の通り9人いるんですけど、まあ、今回この20日来てくれるのはこの9人の中から厳選された5人がステージに来てくれます。はい、みんな多分沖縄来たら、ね、他も守れないからね。そうそうそう、守れないかちょっと分散してね、うん、そのために今日日曜日はそかそか、はい、5人来ますので、5人が沖縄守りに来てくれます、はい、なんかこの戦隊は星座をなんかモチーフにしてるんですかね。あ、この十二星座はそうですね、モチーフにした戦隊になっておりまして、実はよく見るとここに十二星座の、うん、星座の生き物とかがかたどられていたりするんですけど。本当だ、はい、そうなんです。ちょっとここでぶっこんでもいいですか。はいはい、星座といえばですよ、はい、今日ですね、うん、沖縄県地域環境センターのイベントで、はい、星空観察会があります。ここまでの打ち合わせの内容とうまくいったねバッチリ、もう 今のところバッチリよ本当に。今日ですね、7時半から、はい、9時まで、うん、沖縄県平和創造の森公園多目的広場、こちら糸満にあるんですけれども、はい、そちらの方で星空観察会を行います。でこちらですね、事前予約が不要でして、なんと無料で参加することができます。お、はい、で星座早見版、こうやってぐるぐる回す星座早見版を180枚と配布予定なんですけれども、こちら枚数限りがありますので、もし所有している場合は持参してお越しください。はい、お待ちしてます。すごい糸満の方もすっごく綺麗に見えるらしくてですね、まだ私も行ったことないんですけど、はい、行ったことないんかい今日行きたいと思います私もぜひ。去年は超でかい天体望遠鏡で、うん、土星を見ました。おお、なのでこの星座星空のこのプロの方も、うん、先生方たくさんいらっしゃいますので、はい、いろんな星のお話とかもぜひ聞きに来てほしいなと思います。星だけにこれは打ち合わせになかったね星だけにはい、そうはい、ですです
で一応持ち物準備するものがあと双眼鏡筆記用具、はい、あと懐中電灯、うん、で懐中電灯こうやってなるべく小さいもの、大きすぎるとちょっと明るすぎて星が見えなくなってしまうことがあるので、はい、なるべく小さいものをお持ちください。小さいものを持ってください、まあ、足元とかそのテラスぐらいのものでお願いしますということです。はい、はい、ですね、うん、あとはあ、うん、これもいっちゃうか、いけるかな。じゃあ最後に、はい、チルドレンズセンターの方からなんですけど、うん、8月26日とですね、チルドレンズセンターの方で沖縄魅力発見講座って沖縄の自然とかあと歴史文化について学ぶ講座があるんですけど、はい、8月26日沖縄のコウモリをテーマに講座をやります。で8月の第4週目がですね、はい、インターナショナルバートナイトということで、なんてインターナショナルバートナイトということで、はい、世界コウモリ週間と言われておりまして、へ、はい、そうなんですよ。なので、まあ、沖縄もここも、はい、あのコウモリが生息する地域ということで、うん、沖縄のコウモリについて講座をやります。で時間が4時半から7時15分まで、はい、で定員が20名でこちら予約が必要となっておりますので、参加ご希望の方お早めのお申し込みお願いします。はい、で場所がチルドレンズセンターの2階でして、うん、料金が300円となっておりまして、別でまた入園料がかかります。はい、で一応どんなことするかって言いますと、ちょっとコウモリの観察をしながら体の仕組みとかを学んでもらいながら、コウモリの翼を作ってみたり、お、はい、どういうことですかそれは。ちょっと掘り下げるそこ今ね。もしかしてこれバットマンになれちゃうんですか。バットマンなれるよ。バットマンなれるよ。バットマンのようにこう羽を作って、そうなれるなれる。実際にあの体験できるんですか、このコウモリの体の仕組みを。飛んだりとかはできないよ。飛んだりはできないよ。飛びたい飛びたい。飛んだりはできないけど、飛びたいですね。あのコウモリちょっと翼を作ってみたりとか、はい、翼を作った後はちょっと園内に出まして、実際に生きてるコウモリさんを観察しながら、羽だけ真似してもコウモリのように飛べないってこととか、そう、なぜコウモリが飛べるかっていうところもやっぱり学べちゃうとか、ね、わけですか。そう、逆さまなんで逆さまなんだろうとかね、一緒に考えてみたりしながら沖縄のコウモリについて学んでいきたいと思います。あ、こちらもなんで逆さまなんだろう。そうなんですよ。地位登らないんですよ、あの子たち。どういうことですかね、本当に。気になる。一回やってみたんですけど、コウモリの気持ちになってみようということで、うん、逆さまになったんですか。逆さまになってみたんですけど、はい、やっぱ途中からね、もう頭に血が昇ってもう、うんうん、できたもんじゃないですよ、あんな本当に。みんな小学校でやるよね、一回ね。一回はやっぱ真似してみたくなるよね。あ、そういう仕組みまで分かっちゃうわけですね。はい、はい、こちらもぜひお越しください。お願いします。はい、お願いします。それでは一旦 CM に参りたいと思います。ズーズーワンダーランド。時刻は11時14分を回っております。引き続きズーズーワンダーランドをお届けいたします。お願いします。さあ、コメントが届いております。はい、ハイサイこんにちは、子供の国の皆さん、ミリー女王様は渋滞中の車の中で聞いてますよ。 ありがとうございます、はい、新人さんですかという質問ですが、新人さんではないですよ、ルドルフさん。でもピチピチの、はい、まだ、はい、まだピチピチと言っていいんでしょうかね。え、何年目だ。一応あの、私3年目で、うん、で、私がその
23歳の4月ぐらいですかね。多分20か。で、うん、一緒のあの年に入ったんですが、はい、ゆうさんの方があの別のところ働いてたところを終わって11月からの、はい、なので一応同期ですね。同期です。はい。同期の同い年でございます。同い年です。すごい。見えないよね。あれ、まあ、高校生ぐらいですかね。いつも二回り上ぐらい見られるね。いつも48歳って言われてる。上に見られるんですか。あ、そうそうなんですよ。でも上に見られます。もうあの髪丸めたんで今も心は中学生、高校球児の気持ちですので。多分今だったら学ラン全然大丈夫。はい、全然もうこんな高校生いますもん。もういっぱいいますもん。はい。なんか3年目ってどうなんだろう。新人なのかな。新人。まだペーペーな、ペーペーな、本当にまだでもね、分からないこといっぱいあるしね。いっぱいありますね。怒られることもいっぱいあるし、うん、まだペーペーかなって思ってます。はい、一応日々邁進しながら、はい、子供たちのために。なんかかっこいいこと言ってる、日々邁進って。うん、してるでしょ。邁進、邁進、はい、私あんま分かんないんだけど。邁進ってどういう意味ですかね。ちょっとでも先にちょっとこの、はい、インフォメーションから学んでいくといいですかね。はい、またチルドレンズセンターからなんですけど、はい、はい、チルドレンズセンターですね、毎月第2金曜日に、うん、みんな集まれ沖縄子どもの国の玉手箱ということで、この読み聞かせイベントというのをやってるんですけど、はい、今この夏休み期間はですね、なんと毎週金曜日に開催しておりまして、うん、でもこの夏休みの玉手箱が今日今絶賛開催中なんですけど、はい、あと1回となりました、残り。はい、はい、でこの夏休み期間中のものがですね、うん、そうなんですよ、はい、で時間が一応10時から11時まで、で定員が200名で、こちらも参加は無料となっております。うん、もう本当にもうちびくもう0歳児から、はい、どんな子供たちも大丈夫ですので。そうなんですよ、はい、で来週の出演者が、はい、トロイメライさんっていう、こちら初めての団体なんですね。出演団体なんですけど、なので情報ゼロ。でも情報ゼロ、県外の方ですよね。これ県外なのかな。なんか私もまだお会いしたことがなくて、うん、なんかでもこのチラシを見たんですけど、はい、なんかいろんな楽器とまた人形劇を組み合わせた、なんかこのあの公演内容になってまして。そうですね、なのでただもう読み聞かせで、はい、やっぱりお話わからない子も音楽とか人形劇とかもやるので、うん、はい、で出演者によってそう結構さまざまで、来週はその、はい、いろんな楽器を使った音楽と、あと人形劇ということになってます。こちらもぜひお越しください。はい、はい、であと9月の2日にですね、はい、待ってました、待ってました、玉手箱のスペシャル版ということで、金の玉手箱、略して金玉をやります。ミミリさん、あ、そうか、私これのこと言ってましたよ。そう、ミミリさんにピー入れられるかなと思ってちょっとドキドキしたんですけど。お昼から杉本さん何を言ってるんですか。もう一回聞いてもいいですか。金の玉手箱、略して金玉やりまーす。いつですか。あー、もうできになるかな、はい、怖いな。これ9月2日の土曜日です。はい、はい、で、玉川大学っていう東京だっけ、東京にある玉が続きますね。ちょっと玉が続くんですけど、パフォーミングアーツ学科っていう、それ演劇を、大学の学科でパフォーマンスを学ぶところがあるんですね。はい、その専門としている学生たちによるスペシャル版の玉手箱をこちらお送りいたします。こちらもぜひお越しください。はい、これ毎年本当に子供の国の方でも、うん、していただいてるんですが、これ那覇とかでも公演もやりまして、はい、その時有料なんですよ、なんと。そうなんですよ、子供の国のこちらの公演、うん、観覧無料です。無料だ。はい、激アチですね。激アチ。ぜひ本当に圧巻の大学生の、本当に大学生の皆さんっていう感じで、もう本当プロレベルのもう本当にすごいです。とかもパフォーマンスが見れますので、ぜひこちらおすすめでございます。はい、時間がいつもの玉手箱とちょっと変わって、はい、10時30分から12時ですねの、はい、公演になりますので、ぜひよろしくお願いいたしま す、はい、会場は変わらず、はい、チルドレンズセンター2階の、うん、ホールとなっておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、それからですね、ちょっとそのちょっとゆいさんの話もしたいんですけど、はい、なになになに、今すごく気になってることがあるんですよ。お、最初
この、まあ、ヘッドホンで、うん、これ音楽で聴けるんですねって言ってたんですけど、うん、今ゆいさんのこっちから見える左側のヘッドホン、うん、音聞くところこのスポンジついてるところじゃないですか、はいはい、そこ外見てるんですよ今、わかりますかね、ヘッドホン の, あの音が出る方を外にして、まさかヘッドホンを今スピーカーとして外に発信して使ってるんですよ。反対見てる、反対ほら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 、反対見てる、ほらほらほら、今もずった片方からしか聞こえない、あったかい、ここがやばい新あったかい、ぬくもりがやばいです。痛くなかったですか？痛くなくて、でも両方から聞こえてる感覚があったんだけど、あれ？何でだろう、あの本当に同級生で、あの2人とも龍大出身らしくてですね、はい、であのらしいんですけど、どういうこと？まあ、私は教育学部で、うん、あの農業農学部の方で、はい、まあ、全然接点もなくだったんですけど、この子供の国で同級生という、あの、はい、同い年ということがあったんですけど、なんかこうジェネレーションではないですけど、いろいろギャップを感じることがいっぱいあって、本当に同い年かなっていうのがたくさんあるんですよね。そうだったっけ？いっぱいありますね。例えば例えば、まあ、さっきのなんか邁進っていう言葉も意味分かって、あ、分かってない、あ、うん、ボキャブラリーが本当に少なくってあのね、なんかいつも言葉とか習いながら、うん、私も、あ、本当ですか？私も本当ですか？こちらにもお仲間さんが本当ですか？日本語弱い感じで昨日もその子供たちにこの星空観察会の宣伝をしてる時に、うんうん、私一回の月のデコボコ見たことあるよって言ってた、月の表面デコボコがあるじゃないですか、はいはい、ありますね、ありますね、あれの名前がずっと思い出せなくて、ずっと私クエートって言ってたんですよ、ずっとクエートクエートクエートでクエートだっけって言って、でもこのこの宣伝したこの保護者もいたんですけど、保護者ずっと笑ってるだけなんですよ教えてくれない、答え知ってるでしょみたいな、でも全然教えてくれなくて、あの、ね、正解何ですか？月にクエートあったら面白いね。クエートじゃないですよね、うん、こっち立ってない、あれ クレーターですよね。あ、クレーターって言うんですね、あれクレーターですよね、クレーターって言うんですね、ミミリさん クレーターですよね、クレーターでいいんですかね、あれ、ど忘れど忘れちょっと待ってください、今日のラジオ大丈夫ですかこれこんなに言葉がクレーター、そっかそっか、クレーター、クレーターですよ、ずっとクエートって言ってましたよ、はい、本当にいっぱい隕石当たってね、穴ぼこ開くんでしょ、そう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 、ね、それはすごいしてたんだけど、はい、あのずっとクエートって言っててそう、はい、後でお父さんお母さんが訂正してくれてるといいなぜひ今日星空観察会でもクレーター見えると思うんで、はい、クエートじゃないですよ、クエート、クエートはクレーターですよ、見えないからね、そうだね、大変だよ、もうだいつも教えてもらいながら、はい、ね、結構食に関するのもすごくてですね、ご飯系もすごくて、納豆は混ぜないとかね、あ、納豆混ぜないの？納豆混ぜない、ど、え、納豆は食べる、納豆は食べる、どうやって食べるの？混ぜない、そのまま食べる、ブロックわしづかみ的な、うん、うん、そのままそのまま食べる、混ぜない、醤油はかけますか？醤油かけない、ええー、あ、醤油かける、かける、タレかけます、タレ、タレかける、タレかける、あの、タレの最後のチュッチュいいよねタレの最後のチュッチュってするのがすごいいい、もうなんか舌が大変なことになってるこれ結構あのいろんな出前講座とかでも子供の国あの外に出ることあるんですけど、はい、そうなるとお昼とかであのみんなでちょっとあのお店に入ってご飯とかも食べるんですけど、沖縄そばがやっぱりあの親方の影響でみんな外出たらあの沖縄そば美味しいとこ探していくんですけど、はい、でその行った先々で首かしげるんですよ、スープ飲んで首かしげるんですよ、そう、どうしたのゆいさんって聞いたら、うんうん、え、スープ味あるっていうこのスープお湯、お湯ってあ、濃いめが好きなの、あの、そうなんですよ、ご屋さんにもお前はやばいって言われてるんですけど、いつもそうなんだ、そうなんですよ、もう結構バカ舌で、本当にバカ舌、ちょっと長生きするためにもちょっと気をつけないとなと思います、はい、でも目標があるんだよね、目標、あの、寿命でギネスに乗ることです、目標は、へぇ、ギネスに乗る、結構ガチめに考えてます、これは、はい、絶対ギネスに乗ります、面白い、ギネスに一応乗ったら、はい、あの長寿でギネスに乗ったら周りのお友達に教えてくれるらしいので、うん、報告に行きます、上、上司とかにも、はい、死んでから報告に行くねって言ってます、はい、はい、
さあ残りわずかになってまいりました。犬子の話で終わって犬子の話で終わって、まあ、でもゆうさんの話ですよねすいません本当にさていよいよエンディングです。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございます。この後の番組はククルバナスタジオククスタです。引き続き 76.1MHz FM コタでお楽しみください。ここまでのお相手は FM コタミミリと子供の国のゆいとダナでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。